中国現地メディアの報道によると4月30日北京市宝山区で雪が降りました同日北京の多くの地域では気温が10から12度前後で標高が少し高い河北省庁河口周辺で0度前後まで下がったといいます動画を見ると北京市宝山区はすでに銀色の世界になっており夏に入りかけているとは全く感じられません河北省超火口市 中心部のの繁華街ででも一面の雪景色です中国のネットユーザーが北京は5月になろうというのにこの気温か信じられない天気がこんなに異常になった北京で実際に雪が降っているなんて想像できないなどとコメントしました。